朝は朝日が昇るので、それだけで十分な大島リノンキャスターです。長岡祭り大花火大会ということで、ライブカメラを今日も行うみたいなんですが、今日は花火と同じ3つなんか打ち上がってますね。キャスターもいるということで、うん、ゆいさん、みーちゃん、アイリンさんということで、ね、なんかそれぞれこうね、ポーズがあって。いいですけれども、ウェザーニュースキャスターと一緒に見る今日は花火大会になっております。昨日はね、一緒に見られていないかな？どうだったんだろう？そう。見てない気がするんですけど、今日はこちら3名、豪華ですね。2人はまでは見たことありますけど、3人も来るみたいなので、非常に豪華だなと思います。ぜひ。8月3日今夜ですので、長岡祭り大花火大会のライブカメラキャスターとともに楽しんでいただければと思います。はい、ライブカメラもうできてますね。あ、すごい、もうなんかたくさんの方がね、え、待ってるんじゃないですか。何人が見てるんでしょうか。あ、13人が待機しているということで、コメントも多くないですかね。コメントもいる。なんかハリネズミいる。なんて書いてあるんだろう。うん、私のアイコンですよね。あとせんちゃんのアイコンもついてますね。ちょっと目はあまり良くなくて読めません。朝組で、ああ、そういうことですか。朝組は悔しがってるのじゃないかと。じゃあ朝もなんか打ち上げてきましょう。どうしましょうね。朝日がね昇りますから、私はもうそれで十分です。十分、花火はプライベートで楽しみましょう。あ、でも結構モーニング担当してる時に、昨晩行ってた花火大会を朝ですけど見ましょうってやりますよ。なんかクスクス笑われてますけど、すごい平気な顔してスタッフさん、見ましょうねって言いますから。え、わかりました、見ますって言うんですけど、本当ぼーっと楽しんでいただければいいんでって言われて、あ、すごい綺麗って言って、こうちゃんと昨晩の様子をね、朝も一緒に確認できるので、朝もやりましょうね。あの、朝一緒にウェザーニュースキャスターと見る花火大会っていうの振り返りがね、あったりする時もあるので、はい、そう。あ、そう、だから他のキャスターさんが見るところを見る場合もありますし、そう。ウェザーニュースキャスターと一緒に見る花火大会を、改めてウェザーニュースキャスターと共に見るっていうこともやってたり朝しますんで、ちょっとね、この2日間はアフタヌーンでね、お送りしていけましたけども、また朝ね、お目にかかるタイミングもあるかと思いますので、ぜひその時も、朝も一緒に花火見ていただければと思います。今夜の告知と、またいつか訪れる朝の花火の情報をお伝えしていきました。